では足裏グランデ号での佐賀ユースカップ優勝おめでとうございます。ありがとうございます。同馬にとって重賞初勝利となりました。レース終えての感想をお願いいたします。はい、そうですね、皐月賞もダービーもちょっと自分もうまく乗れなかったこともあって、タイトル取れなかったんですけど、こうやって一緒にまたこの暑い中タイトル取れて本当に嬉しいです。レース後半は、馬群を縫って中段から伸びるような形で、伸びてきましたが、最後外から石川騎手の竜の巻き類も伸びてきました。振り返ってみていかがでしたか？そうですね、コース自体取り自体はうまくいったんですけど、結構最後はやっぱりいっぱいいっぱいになってましたね。はい、あとは馬が頑張ってくれました。では最後に多くのファンの皆様が応援してくださったと思います。はい、ファンの皆様に一言お願いいたします。はい、今日は、こんな暑い中もう塩浦グランデとともに重賞を勝てて本当に嬉しい限りです。これからも応援してください。おめでとうございました。ありがとうございました。おまてなし。